こんにちは。川辺真由美と三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズです。お利口さん、お利口さんです。はい、今日は何が届いたかと言いますと、ここにあります、ストア一世三宅 .com とあります。はい、ということで私の大好きな、プリーズが届きました。はい、よくご覧いただく方は、あれついこの間もプリーズプリーズ届きませんでしたかって思われるかもしれませんが、そうです、届きました。で、実はですね、この季節だいたい11月とか12月の年末になると、この一世三宅さんのオンラインショップでバーゲンがあるんです。確か2割引きぐらいかと思ったら今回3割引きだったんですが、でその時に買うことも結構あるんですが、逆にその時は大人気なために、あ、これいいなと思ってたのがファッと売れてるんですよ。で、それでこの前買ったあの黒いこう何ですかコードというか長いジャケットみたいなやつは、これは人気であっという間になくなるなと思ったので、もうあらかじめ、定価で買っておきました。案の定もうこれを買う時はなかったです。で、あともう一つこれは欲しいなと思ってたんですが、これは多分バーゲンの時にもあるだろうと踏んだらありました。はい、ということで今回は、ブラウスを1枚買いました。はい、前回はあのどんな感じで、ラッピングできるかということで、私の誕生日プレゼントだったので自分で自分にラッピングなどしまして、今日はラッピングはしてません。そうするとこういう袋に入ってきます。さて、今日買ったのはどんなのかと言いますと、私はもうベーシックなのしかね買いませんので、ベーシックサニーちゃん何ベーシックなブラウスです。ビロビロ、ワンピースです。ワンピースじゃない、これは本当にベーシックなブラウスですね。で、首が寒いじゃないですか。で、今黒っぽいの、黒はあるんですが白っぽいのが欲しいなと思って、あ、こんな感じなんですね。プリーズプリーズ、全体的にプリーズではなく部分的になんかこの辺りが、まあこの、あ、シュッとなんか細く見える感じです。あら、サニーちゃん着たいの、これ、着てみたい、着てみようか。はいはい、どんな、サニーちゃんがプリーズプリーズを着るとどんな感じでしょうか。おーい、おーい、あ、着る気満々です。お、着る気満々、プリーズプリーズのサニーちゃん、あららら、はい、意外とぴったりしてるからね。はい、はい、こんな感じで新しいお仲間が増えました。はい、今日はじゃあこんなコスプレで、あ、そうだ、これにこのリボンつけてみますか。もう最近リボンばっかりで、あら、あれらららら、らリボン、これもいいですね。よいしょ、これで、あ、おしゃれです。はい、ありがとうございました。よいしょ、もう一個いくよ。